はい、こんにちは、シンプリーライフです。今回はこちらの4冊の本を参考にしながら、引き寄せの法則のメカニズムと引き寄せをイージーモードにする方法について解説していきたいと思います。突然ですが、あなたは引き寄せの法則って知ってますか？このチャンネルに興味を持ってくれている人は詳しいかもしれませんが、聞いたことあるけどよくわからないという方のためにめちゃくちゃ簡単に説明しておきますと、似たものは引き寄せられるという法則のこと、類は友を呼ぶということわざがありますが、まさにそれです。引き寄せの法則では、思考を向けたものはそれが望むものでもそうでなくても目の前に現れる。この世界、この宇宙の中で最も強力な法則であり、全てのものに常に作用しており、この法則に当てはまらないものはないと断言しています。なんでそんなことが起こるわけと、なかなか信じられない方の気持ち、よくわかります。私自身、理屈理論で納得できないとすっきりしない左脳タイプの人間なので。でもですよ、引き寄せの法則が言っていることから考えれば、この疑うという心、意識、思考が良い現実を引き寄せられない最大の理由でもありますよね。引き寄せを疑うということは、どうせそんなことしたって何も変わらないよって思ってるってこと。つまり、良くならない現実に思考を向けているということなので、良くならない現実を引き寄せます。でも、もう大丈夫。引き寄せが起こるメカニズムについて知れば、引き寄せの法則が理論的に納得でき、自分の人生で起きていることの仕組みが分かり、疑いはきれいさっぱり晴れるはずです。引き寄せの法則は知っていて実践しているつもりだけど、なかなかいい現実を引き寄せられないという方は、引き寄せがぐっと起こしやすくなると思うので、ぜひ最後まで見ていってください。というわけで、早速ですが結論から参りましょう。あらゆる現象を起こしているものの正体、結論は波動です。というわけで、今回の動画では、1、波動とは何か、2、世界は波動でできている、3、望む現実を作り出す方法、4、周波数を変えられない理由、5、波動を整える裏技の5つのポイントに沿って解説していきます。最後まで見れば、目に見えないエネルギーのことが分かっちゃう上に、ここでしか見れない特典動画の情報がゲットできちゃいます。それでは行ってみましょう。ポイント1、波動とは何か。波動とは、物理学的には主に周波数、波長、波形、振動、振幅のことで、簡単に言えばエネルギーが伝わる現象のことです。私たちは五感を使って現実世界の情報を捉え、それをもとに次の行動を起こしていますが、最も頼りにしている感覚器は目、視覚ではないでしょうか。目が捉えているのは光。光は角膜、水晶体、虹彩を通り、網膜にある1億3000万個の光受容体に到達し、その衝突エネルギーが電気エネルギーに変わって、電気信号イコール情報として脳に送られるという仕組みになっています。視覚情報の次に私たちが頼りにしているのは、耳、聴覚と皮膚、触覚ですよね。耳は音波イコール振動を捉えているというのは分かりやすいのですが、実は皮膚も振動を感知しているんです。例えばスマホを手に取った時、スマホからは振動が発生しており、これによって私たちは物を感知し、硬い、柔らかい、サラサラ、ザラザラなど多様な手触りを振動によって感じています。スマホだけではなく、物質全般が振動を発しており、振動を発していない物質などありません。味を感知する味覚も、香りを感知する嗅覚も、振動による情報伝達。つまり、私たち人間は物質から発せられる振動エネルギーを受け取って、脳の中で世界を構築しているわけです。そして、私たち人間も物質なので、例外なく振動を発しています。私たち人間を含む生物全般がバイオフォトンと呼ばれる振動数を持った光の素粒子を常に放出していることが科学的に分かっています。バイオフォトンとは、生き物の生命活動に伴って発せられる極めて弱い光のことで、細胞内の呼吸やエネルギー代謝によって常に体の外に放出されています。微弱すぎて肉眼では確認できませんが、超高感度な光検出器を使うと人体の発光を測定することができる。つまり、私たち人間は何もしないでただ突っ立っているだけでも、無意識的に常に振動を発しているわけです。全ての物質が振動しているのは、全ての物質は原子でできているから。原子は電子、陽子、中性子と言われる物質でできており、陽子、中性子はもっと細かくするとクォークという素粒子まで分解されます。この原子以下の目に見えないミクロの世界の物質を総称して量子と呼んでいるのですが、原子は常に振動しており、エネルギーが最低状態となる絶対零度付近においてさえ、その振動は止まることがありません。
そして量子には粒子性と波動性が重ね合わせ状態で、どちらの性質も同時に存在しており、観測によって粒子に確定するという不思議な性質を持っていることが、量子力学の世界では超有名な二重スリット実験によって実証されています。つまりは私たちを構成している物質は常に振動しており、波動性を持っているということです。物理学には波のエネルギーは振幅の2乗に比例するという法則があります。1秒あたりの波の数を振動数、その波の大きさを振幅というのですが、つまり振動の振幅が大きくなればなるほど波のエネルギーは大きくなるということです。例えばギターの弦を強く弾くと大きい音が出て、弱く弾けば小さい音になるというのはイメージしやすいと思いますが、この時大きい音が出ている時の振幅は大きく、小さい音の時の振幅は小さくなる。言われてみれば当たり前のことかもしれませんが、振幅が大きい時は波のエネルギーは大きくなるわけで、つまりは波のエネルギー量は振幅に影響を受けているということです。ではここまでのことをまとめます。私たち人間や生命や外界に存在するその他の物質は常に振動を発しています。その振動とは波のエネルギーであり、波動エネルギーです。そのエネルギーが伝わり合うことで外界を認識しています。私たちは波動によって外界を認識したり、エネルギーを発したり受け取ったりして生きている。最初に波動とはエネルギーが伝わる現象のことと言いましたが、目に見えない、わからないだけで、実は私たちは毎日波動という現象の中で生活しているんです。ポイント2、世界は波動でできている。私たち地球人の文化は大きな意味で波動の性質を利用して実用化しています。例えばテレビやラジオ、電波塔であるスカイツリーからはテレビ局のさまざまなチャンネルのある周波数、波長、波形、振幅を持った振動波が発信されています。私たちの五感ではその振動波を直接見たり感じたりすることはできませんが、テレビに電源を入れるとテレビの機能によってテレビ局から発信されているある特定の振動波にチューニングがなされ、見える形で受け取っているわけです。実はテレビは同じ周波数、波長、波形、振幅の振動波をわずかに発信することによって共振、同調してテレビ局からの情報を受信しています。そして強いエネルギーの方が現象として立ち上がる。つまりテレビ局から発信されているものがテレビに映し出されるというような仕組みになっているんです。音についても同じで、ラジオ局が発する振動波と同じ振動波をラジオ自体がわずかに発信すれば同調して現象が起きるという仕組み。これらは波動の性質を利用して人間が開発した道具なのですが、実はこれらの道具は私たち人間が現実世界を作り出す仕組みをヒントにして生まれてきたものなんです。以前こちらの動画で解説した通り、私たちが今現実だと思っているものは実は脳の創作物です。脳が世界について知るための唯一の道は頭蓋骨に入ってくる感覚器官からの情報で、それは直接的な光や感触や音ではなく電気信号に変換されて脳に入力されています。実際に知覚するものは全て脳に送られてきた電気信号をもとに作られており、現実世界は脳内に構築された世界モデルによってでっち上げられており、つまり現実とは脳の創造物であると言えるわけです。ポイント1で解説した通り、脳は外界の情報を波動によって得ている。つまりどの波動をもとに私の現実世界を構築するかはテレビやラジオやネットと同じくチューニングによって変わるということ。チューニングとはどの振動波波動に合わせるかを決めること。テレビの場合、同じ周波数、波長、波形、振幅の振動波をわずかに発信することによって共振、同調してテレビ局からの情報を受信しています。人間の場合は現実世界は脳で作られており、その脳からわずかに発信されている振動波とは大きく捉えれば脳波と言えそうです。テレビが映像を映し出すように、あなたの脳が現実を映し出している。脳波のわずかな発信によって外界の波動と共振同調して見える世界が決まるということ。つまりここまで解説してきたことを端的に表現するならば、私が見て感じているこの現実世界は波動によって作り出されているということになります。ポイント3、望む現実を作り出すには、つまり私が本当に望んでいる波動を受け取るためには脳波を整えることが重要ってことですよね。でもじゃあその肝心要の脳波はどうしたら変えられるわけ？質問ありがとうございます。おっしゃる通り、そこが肝心だと私も思いました。
以前こちらの動画で紹介したドーソンチャーチさん著思考が物質に変わるときによると、脳波は思考意識によって決まるとしています。思考意識によって脳内に新たな神経路が作られたり強化されたりしており、その神経路からは常に電磁場が生まれていて、その電磁場は電気と磁気からなるエネルギーそのもの、つまり思考意識によって新しいエネルギーが生み出されており、そのエネルギーは脳波に影響を与えていると言っています。また以前こちらの動画で紹介した限られた時間を超える方法の著者であるリサさんは、異なる周波数の脳波がそれぞれどのような感覚経験に対応しているのかを調査すべく、アリゾナ州セドナのバイオサイバーノート研究所で行われた実験に参加。与えられた課題をこなしている間に出る様々な脳波を研究者が測定するというもので、彼女はそこで自身の集中状態や気持ちと出ている脳波パターンとの相関関係を把握し、脳波指標を作成することに成功しました。人によって多少の違いはありますが、例えばリサさんは愛する気持ちを積極的に思い浮かべたらアルファ波が出て、家に戻ってやらなければならないことをできる限り思いつこうと必死に頭をフル回転させたらベータ波が生じたそうです。これによってリサさんはほぼ全ての脳波を意図的に出せるようになり、集中する対象を変えることで脳波の状態も変化するということも実証したとのこと。どちらの本でも思考意識によって脳波の状態を変化させることができると言っています。ここで新約引き寄せの法則エイブラハムとの対話という本に書かれていた引き寄せの法則の要点を確認しておきましょう。あなたが発している波動と似たような人、物、出来事をあなたの元に呼び寄せる。どんなことを考えていてもそれを考えている時点で引き寄せの法則が働き始め、似たような波動を持つ思考、会話、出来事が引き寄せられる。それを望む、望まないに関わらず、思考したこと、意識を向けたことが自分の波動に取り込まれ現実化してしまう。ここまで学んできたことを元に言い換えると、思考意識によって脳波がチューニングされ、外界からの波動を受信して現実世界が作られると言えますよね。あなたが思考意識したことが現実世界に現象として立ち上がるというのはこういうメカニズムであり、つまりはあなたの望む世界を思考意識することで望む現実を作り出すことができるということです。ポイント4、周波数を変えられない理由。いやいや、じゃあなんで望んでいることを思考意識してるのに私にはその現実が立ち上がらないの？というのが疑問になってきますよね。足立育郎さん著波動の法則では潜在意識が人間の気づきを妨げていると言っています。以下本書より引用です。人間は常に迷ったり判断したりということを繰り返しています。これは潜在意識です。迷うこと、判断することは潜在意識が自分の身の回り、自分自身を安全に確保するためにはこれでいいかどうかということを常に考えているために行っていることです。わかりやすく言えば利害に近い状態で、これは損か得かと言ってもいいと思いますが、基本的には自分のボディが安全に管理できるかどうかという確認をしているわけです。ですから本当はこうした方がいいという情報が入ってきているのに、今の社会の仕組みの中で自分自身が安全であるためにはどうだろうかというような判断をする。そういう時はいつも潜在意識がコントロールしているのです。そして人間が何かを考えて行動する、決心をするという時、潜在意識を使っていない時には直感、ひらめきが起きている。その直感、ひらめきの方がどうやら本当のクリエーション、創造に近いのではないか。また人間もテレビやラジオと同じように周波数を変換して自分で受信、発信して同調できる機能を皆が持ち合わせているのに、それを使っていないだけなのではないかということも感じました。引用終わり。ここまで学んできたことを踏まえた私の解釈をお伝えしますと、自分にとっての利害や損得、自分の体が安全かどうかなど、潜在意識を使っている状態の脳波から直感、ひらめきが入ってくる脳波に変えることで、本当に望んでいる現実を引き寄せる周波数にチューニングできるということだと私は考えました。さあ、これまでこのチャンネルで学んできたこととも繋がり始めました。
呼吸法や瞑想によって主に自我を司っている左脳を静かにし、直感、今この瞬間、つながりを司っている右脳優位にシフトすることで、現実世界はより良い方向に豊かなものに変わっていくということをこれまでの動画で学んできました。先ほど紹介した思考が物質に変わるとき、限られた時間を超える方法でも瞑想によって脳波を変えることができ、本当の自分が望んでいる現実を引き寄せることができるということが書かれています。波動の法則の著者足立さんは、潜在意識が邪魔をしているかもしれないという仮説を立て、であれば潜在意識を働かせない状態にすれば周波数変換ができるのではないかということで、3年くらい真剣に瞑想に取り組んだそうです。それに加えて足立さんが取り組んだのはプログラムするという行為です。足立さんは建築家で、空間とは本質的には波動であろうと考えていました。建築によって作った空間の振動波ができれば、人間にとっても動物や植物や鉱物にとっても調和の取れた素晴らしい効果が生まれるような、そんな波動がどのようにしたら、どのような形態を作ったら生まれるのかを知りたかった。だから自分の中に直感的なイメージだけではなく、立体で情報が入るようにプログラムしたと言っています。これが建築家としての足立さんの望みだったわけですが、この望みの部分は人によって変わります。そしてここで重要なのは、潜在意識による自我エゴから発せられるものではなく、世界との調和が取れた素晴らしい効果が生まれるようなという望みである点だと私は感じました。プログラムするというのは、深く意識をしてこういうものをというように、こちらで思考意識を整えておいて発信する行為のこと。自分の体の安全、利害、損得のようなエゴから発信するのではなく、世界との調和のような右脳的な世界観、つまり心、魂の声、本当の自分の声を捉え、深く意識して発信をプログラムすることで、望んだ現実を引き寄せやすい周波数に変えることができるということだと私は理解しました。ポイント5、波動を整える裏技。瞑想による周波数変換もプログラムによる周波数変換も一貫して重要なのは、潜在意識、左脳、エゴの声を停止させ、潜在意識、右脳、心の声をもとに行動、選択することです。つまりとにもかくにも、まずは波動を整える、エネルギーを整えることが重要で、それさえできれば引き寄せはイージーモードに突入するということです。ただイージーモードに突入するためには、やはり瞑想などで潜在意識を落ち着かせたり、直感を磨いたりする習慣を知り、日々実践する必要がありそうです。先ほど紹介した限られた時間を超える方法という本には、どんな瞑想をすればどんな脳波にできるのかと、その実践方法が詳細に書かれています。また以前紹介したネドジュンさん著、左脳さん右脳さんには、とても分かりやすく簡単で効果の高い呼吸法が書かれており、めちゃくちゃ参考になりました。概要欄に続きの動画としてリンクを貼っておきますので、参考にしてみてください。でも日々に新たな習慣を組み込むのって結構大変なんですよね。そういうのすっ飛ばしてすぐに波動を整える方法はないものかと、どうしてもより楽な方法を探してしまうのが私という人間。楽をしたいという飽くなき探求心によって見つけたのが、匠量子論のこちらの動画でした。というわけで、ここからは波動を整える裏技をご紹介していきます。外界に存在する物質、私たちの体、思考を作り出している脳、全てに振動波、つまり波動が関係しているというのがこれまでのお話。その波動の特性を使った理論をベースにして生まれたサイマティクスセラピーというものがあるんです。ここから順番に丁寧に解説していきますね。1、生命体には目に見えないエネルギーの鋳型がある。山椒魚や植物は卵や種子の段階ですでに成長後の電磁場ができているという驚きの話。多くの研究者が目に見えないエネルギーについて研究していますが、中でもエール大学のハロルド・サクストン・バー博士は生命体の電場を研究し、その存在を示唆する結果を得ています。例えば山椒魚の電場の研究では、成熟した山椒魚の周りには成熟前の形とほぼ同じ形の電場が存在することが明らかになりました。さらに驚くべきことに、この電場の形は山椒魚がまだ卵の段階、さらには未受精卵の時期からすでに形成されていたんです。この発見から、生物の体は物質的な形が現れる前にエネルギーの鋳型、つまりエネルギーの体が先に存在するのではないかという仮説が生まれました。2、キルリアン写真、ファントムリーフ現象。さらにバー博士が行った植物の研究について、
彼は植物の種子段階からすでに成長後の植物の形状が示されていることを発見しました。これは生命体があらかじめ定められたエネルギーの鋳型に沿って成長することを示唆しています。興味深いのはキルリアン写真という特殊な撮影法で発見されたファントムリーフ現象です。葉っぱの一部を切り取った後にキルリアン写真で撮影すると切り取られたはずの部分がオーラとして映ってしまうというもの。キルリアン写真とはコロナ放電という現象を使って撮影される写真。アースした物体を高周波の電磁場内に置くと、その物体と電磁場を発生する装置内の電極との間にスパークが発生し、コロナ放電が起こります。この物体と電極との間に感光板を挟んでおくと、この写真のように撮れるというわけです。そしてこの周りに発生している放電をキルリアンオーラと呼んでいます。すごく不思議なのは、葉っぱを切り取って物質が存在しないはずなのに放電は元の形を示しており、葉っぱがまるで幽霊のように写真に写っているところ。もちろんこれには懐疑的な声もありました。これは観光フィルムにもともと切り取る前の状態で葉っぱをセットしたから、その水分が残ってて放電したからじゃないの、という指摘がありましたが、カリフォルニア州立大学のキース・ワグナーが行った追加実験によってその指摘は否定されています。丸さん、人体にもエネルギーの鋳型があるかもしれない。そして人間の体でも怪我で失った体の部分があると感じられるファントムペイン現象というものが存在し、目に見えないエネルギー体が存在するという仮説が提唱されています。原始という言葉を聞いたことありませんか？事故や病気が原因で手や足を失った人、麻痺のある人、生まれながらにして持たない人が存在しない、または麻痺して感じないはずの手足をそこに存在するかのように感じたりする現象のことです。例えば戦争で大怪我を負って肘から先を手術で切断せざるを得なくなった人が、手術後ないはずの手の指先が痛く感じるというような現象が多数報告されていたりします。このことをファントムペイン現象といい、一般的には脳の錯覚と言われていますが、オーラを信じている人たちからすれば、エネルギーの鋳型としては実は残っていて、そこに不調をきたしているから痛みを感じるんじゃないかという仮説を立てているんです。はい、ここまでのことを一旦まとめますと、私たち人間やその他の生命体は実は見えないエネルギー体を持っているのではないかとなります。そしてこれらの実験結果と私たちの体や脳やその他の物質全てに波動が関係しているという理論をベースにして生まれたのがサイマティクスセラピーです。4、サイマティクスとは、サイマティクスとは粉末や液体などを媒介し音を可視化すること、またはその現象を指しています。この分野を研究し、サイマティクスの名付け親となったのはスイスの医師であり物理学者だったハンス・イエニー博士で、イギリスのピーター・ガイ・マナーズ博士がイエニー博士の影響を受け、このサイマティクス現象を実用化できないかと研究を開始。マナーズ博士はサイマティクス現象を研究する中で、人間の胃や脊髄など生物の部位に似た形を作り出す音が存在することを発見します。彼は健康な臓器や細胞の形を示す音を保存し、その音を人間に波動として聞かせることで、体が本来あるべき健康な状態に戻るのではないかと考えました。彼のアイデアでは、健康な形の音、つまり波動を体に聞かせることで共振同調が起こり、胃や脊髄などの体の部位が本来あるべき状態へとチューニングされるのではないかというもの。これはおそらくポイント2で解説したテレビやラジオのチューニングと同じ理論なのではないかと私は思いました。そしてこの理論を元にしてマナーズ博士が考えたのがサイマティクスセラピー。それを実現するマナーズサウンドという装置まで開発したのですが、そのマナーズ博士は残念ながら2009年に他界されました。ですが彼に師事した松下幸則先生がその意思を日本に持ち帰り進化させ研究開発したのがイーマサウンドセラピーです。丸5、松下幸則先生とサイマティクスセラピー。松下先生は東京電機大学応用理化学科を卒業後、イギリスへ留学、サイバネティクスと人間工学を学び、ラフバラ工科大学大学院理学修士号を受けます。その後イギリス厚生省の研究員となり、車椅子の耐久テスト用製品の開発、 AI 機能を持つ完全自動の救急車の設計、コンピューターの設計、配置運用などの研究に従事した経歴を持っている方です。松下先生はイギリス厚生省で活動している時に不思議なご縁でマナーズ博士と出会ったわけですが、なぜマナーズ博士に師事したのかというと、
実は松下先生の娘さんが先天的な股関節の変形症を持っていました。いろんな病院をたらい回しにされ、多くの医師たちにこれは治らない、手の施しようがないと宣告されたのですが、驚くことにマナーズ博士のサイマティクスセラピーによってそれが完治してしまったんです。この奇跡に心から感動した松下先生はマナーズ博士に師事することを決意しました。その後、単なる師弟関係を超え、研究開発のパートナーとしての絆を築き、マナーズ博士が亡くなった後もその研究を継承。サイマティクスセラピーという名前が権利などの都合で使えなかったため、日本ではイーマサウンドセラピーという名前で今も研究開発を続けられています。イーマサウンドセラピーとはデバイスを使って音と光と波動で人体を調整していくという音響振動セラピーのこと。今回初めて音響振動セラピーのことを知り、めちゃくちゃ勉強になりました。現時点では音響振動セラピーの認知度は低いんじゃないかなと思っていましたが、でも実際はいろんな場所で街中のサロンやクリニックなどで実際に使われ始めているとのこと。いや、世の中知らないことだらけです。量子レベルの現象や波動など目に見えないエネルギーについて科学的にかなり解き明かされてきていることを考えると、将来当たり前に使われる技術になるかもしれませんね。今回この動画の制作を実現させてくれた匠量子論の匠さんは、松下先生と地元が近いということもあり、直接インタビューする機会を得たそうです。現在匠さんが松下先生にインタビューしたプレミア動画が限定公開中とのことで、なんと特別に無料で見れる URL をいただいちゃいました。概要欄のトップにあるリンクから今だけその対談動画を見ることができます。かなり秘匿性が高い内容になっていますので、興味を持った方はぜひ見てみてください。私もこの対談動画を見させていただきました。その対談動画の中で松下先生の娘さんが医師も治療できないほどの股関節変形症で苦しんでいたという話が出てくるのですが、サイマティクスセラピーであっさり完治してしまったというにわかに信じがたい話が出てきます。その他にも見えないエネルギーや波動の話、サイマティクス現象を活用した次世代量子セラピー機器についてなど、目から鱗の話が満載でした。特に医師の方や施術をされている方、セラピスト、カウンセラーとして活躍されている方、スピリチュアル関係の仕事をされている方にも楽しんでいただけそうな動画です。今回の動画を見て、波動を使えば自分や家族の健康を改善できるかも、周波数を変えて引き寄せ力アップできるかもと感じた方は、もちろん見えないエネルギーの話、波動について興味を持った方もめちゃくちゃ楽しめる動画だと思いますので、この機会にぜひ。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた。